どうも皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日紹介するのは、ニューヨークの、交通手段の一つでありますバスですね。紹介させていただきたいなと思います。私がお勧めしている地下鉄のメトロカードのアンリミテッド7日間乗り放題カードですね、を利用すると、この MTA のバスもですね、追加料金なしで乗り放題一緒にできますので、ぜひ追加料金なしなんでね、ご利用をお勧めします。で、基本的に、Google マップ等で行きたいところを調べるとですね、電車、バス両方併用したルートが基本的に出てきます。ですので、まあそこハードが高いからっていうことで、まあ、諦めずにですね、ぜひ一度利用してみたらいかがでしょうか。ニューヨークは縦のラインの電車移動はすごい楽なんですけども、横の移動は本当にバスを使わないと本当に歩くしかなくなっちゃうので、本当に疲れますんでね、まあ、無料ってこともありますので、利用をお勧めしています。で、ニューヨークのバスなんですけども、ニューヨークのバスも電車も、一度乗ってから次乗るまで15分から20分間ぐらい間隔を空けないとですね、利用ができなくなっていますね。それだけご注意ください。で、バスが来ましたね。前の方について乗車して、まあ、機械ですよね。どこに通すかっていうのだけ見ておいた方がわかりやすいかなと思います。その機械のところで一回止めますね。まあ、それさえわかれば基本的に難しいことはないかなと思います。これですね。このマークのどういうカードに。で、バスを降りるときなんですけども、黄色い紐がありますんで、そこを引っ張っていただければ、ストップランプがついて、次のところ止まってくれます。で、自分しか降りる人がいないときですね、このタッチヘアってところを押してドアを開けて降りてください。こちらまた路線が変わりまして、こちらはタイムズスクエアを走っているバスですね。ニューヨーク、バス、まあ、バス、車っていうのは、本当にクラクションをすごい鳴らすんですね。で、バスの運転手も本当に容赦なくすごい鳴らします。本当にびっくりするぐらい鳴らします。まあ、歩いているだけでクラクション聞こえるんですけども、ニューヨークのそのイメージみたいで、クラクション結構鳴るみたいなイメージ。これ本当ですから。本当によくみんな鳴らします。そんなに鳴らしても意味ないんじゃないかっていうぐらい鳴らします。それがニューヨークの決まっていることですね。まあ、ここの、タイムズスクエアの、バスからの眺めも、バスに乗らなかったら見れないですし、まあ、追加料金もなしということなので、まあ、一つの思い出として利用してみたらいかがかなと思います。まあ、難しいことはほとんどないので、まあ、Google マップで、まあ、バスのルートがやはり結構出てきました。私が利用した時に電車と併用して結構出てきましたので、まあ、その時にちょっと億劫だなって思うかもしれないんですけども、まあ、乗り場も書いてあれば乗るバスの、まあ、南号なんていうか日本で言う何行きみたいなのは番号と、まあ、ちょっとした名前で書いてあるんですけども、それも Google のマップのね、その乗るバスが何行きなのかっていうのがちゃんと出ますので、本当に分かりやすく、まあ、自分の、乗るはずのバスの番号もちゃんと出て、それを見てバスに乗れるので、まあ、間違えるっていうことはほとんどないと思いますね。まあ、右行きたかったのに左行くみたいなことはあるかもしれないですけど、まあ、それ以外は基本的にないかなと思います。いかがだったでしょうか。本日はニューヨークのメトロカードで利用できるニューヨークバスですね、紹介させていただきましたけども、まあ、電車だけで利用してると本当に横の移動大変ですので、バスね、ちょっと最初難易度が高いかなと思って私も利用しなかったんですけども、利用するとね、本当に便利ですんで、ぜひ利用をお勧めします。今回も、ね、最後までご視聴していただいてありがとうございます。
また次の動画でお会いいたしましょう。